どうも、私がブルーイエーイ。やっていきましょう。シンパースリー、トータルパートで18回目ですね。そこにいるよ。いるさ。まただよ。何もかも全部怖くなっちゃった。どうした？目めっちゃパチクリさせてますね。暗すぎ、電気も役に立たなかった。まあそういう世界もあるよね。さあ、毒ガスの世界やってまいりましょうかと思ったんですけれども、前回パートをですね、ちょっと見直していたらですね、どうやらあの日記とかに合わせたりすると、もしかしたら次の世界が開けるんじゃないどすえっていう感じだったんで、まあちょっと一回、すみません、皆さんにもお付き合いいただきまして、こちらへ参ろうと、ワンショット。でですね、どこなんだろう。光る日記。ちょい上。光る日記。何やら光り出したぞ。え、これぴったりじゃね？あ、もう一個だ。こっちか。じゃらちゃちゃちゃー。イエッサー！どういう原理？まあ、なんでこれを思ったかっていうとですね、こう、パート15とかやりながらですね、見た、ブルーホース見た。うん。やってたら、いろいろこう、なんかマークとか合わせていく、謎解きが多かったんで、うん。神様の言う通りにちょうど日記を見てたんだ。あのロボットのお姉さんを探しに行った方がいいかも。あ、行くんだ。うん、勝手に。ちょうどこの日記を調べてたから、そしたらこの部屋にそっくりな絵のページを見つけて、気づいて見上げたら、このトロッコが急に落ちてきたんだ。気をつけた方がいいかな。ふん。もう落ちてきたなら、それでいいと思うけれどもな。部屋内っていうか普通。部屋の中の動きを感知すると勝手にそこまで移動してくる機能があるから。へえ、それなら納得かも。まだ動作していることが驚きね。これで、まだきちんと動く車両が確保できた。どうして鉱山の奥まで行きたいのかわからないけれど、行きたければそれも可能になった。このトロッコ、二人で乗れるかな？無理ね。え、一緒に来て欲しかったのに。ブルーホースがついてくれてるのはわかるけど、でも、正直ね、この場所なんだかゾワゾワするんだ。あら、一緒に行けないとは言ってないわ。レールをたどって進めばいいだけだもん。でもこれちょっと不安じゃない？磁気レールで固定できるわ。ここを進むのが危険なら有機生命体だけよ。あなたのようなね。そっか、お姉さん、ロボロボだもんね。ここ出て、よし、行こう。おお、プッシュ。こんばんは。何かいつよ、どんな喋り方。いい、後ろにストーカーが来るじゃん。これまさかあれなんか進んで、うわ、またこうなんか新しい世界ですよね。これでまた、ジュシュ。え？このプロトコルでは、こんな場所知らないぞ。プエルトリコなら知ってるけど、プロトコルはよくわかんないぞ。これはお前に見せるべきものではない。どうやってここに？思いつくのは左だけ。来るぞ。これまた来るぞ。来るぞ。来るぞ。そうか。あいつがお前をいつから企んでいた。今はそれどころではない。お前は境界を越えている。引き返してくれ。頼む。良くないことが起こってしまう。とても良くないことが。このままではニコが危険にさらされる。頼むから引き返してくれ。ムシ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 のぬぬにてて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 て。これってロボちゃんが来ないよ。まあいいや。え、待って。え、無限ループって怖くね？ああ、いた。えこんばんは。何が必要？そう。え、なんか、ついてきたよね。あ、たどり着いた。あ、ドロックが溜まったよ。ここで限界みたいだね。で、ここどこ？以前まであった観測室の一つよ。
ここはまだそこまで被害がないようね。誰や、平子いたん。どうしたの？ターミナルが再起動した。でも電力はずっと前に断たれてたはずじゃ。不思議だねー。もしかしたら電池で動いてるのかも。いえ、違うわ。とにかく調査しなきゃ。わかった。少しの間一人ぼっちにしてしまうけれど平気？心配しないで、ブルーホースがついてるから。わかった、気をつけてね。とりあえずちょっと喋ってみる。どう？顔色悪い。めっちゃブルーじゃん。ここにあるターミナルはどうやら別の動力圏で動いてみて、このターミナルのデータ形式も何一つ認識できない。どれも新しい。そうじゃなくても暗号化されているわね。私に搭載されているシステムを使って分析してみる必要がありそう。時間がかかると思うからここで待っている必要はない。めっちゃ背中かゆいんで書きます。書き終わった、最高。よし、またパワーセルかな。あ、横にロゲンシュロボって書いてるよ。前は気づかなかったな。前は気づかなかったなって、ちょっと待って、あなた来たことがあるの？お邪魔します。その光、その目の光を僕は知っている。僕と会う運命にある。急にナンパ。名前は？ニコ。誰に言われてきたの？え？わかんない。待って、来たってこの世界にってこと？ミーが救世主ってこととか、いろんなことを教えてくれたロボットならいたよ。だから多分ブルーホースじゃないかな。何せ神様だもん。そのロボット、ちょっとだけ君に似てるかも。もしかしてお友達？わからない。そ、やべえな、声の区別がつけられてない。僕の記憶は安全上の理由でほとんどが削除された。記憶が削除された？そんなのひどい。あ、ううん、ロボットだからそんな大したことじゃないのかな。誰に言われてきたのかわかるし、制御不能プログラミング削除。それならどうやってここに来た？この部屋にどうやってたどり着いた？あ、ミーたちトロッコで来たんだ。でもこの残に入った時はトロッコがなかった。トロッコをどうやって探し出したの？探したわけじゃないんだ。ロボットのお姉さんはトロッコがミーたちのところに移動して、その時にミーを日記見たんだ。それでまた顔を上げたらトロッコは急に目の前にあった。本当にパッと出てきた。興味深い。その日記を見せてほしい。わかった。はい、どうぞ。おお、だとするともうすでに始まっているのか。これを。タラ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 、ごまだれ。メインメモリディスクを手に入れた。これでさらに奥深くへと進んでいくことができるぞ。その本を見せたことによって君は最初の試験に合格した。次はバックアップをインストールする方法を見つけ出して。バックアップを椅子？ただその前に一緒に来た人がいるみたいだね。ブルーホースではない誰かが、この世界の住民の。うん、赤毛のロボットのお姉さん。ちょうど今コンピューターがたくさん並んだ部屋にいるよ。なら僕を見つけたことはそのお姉さんには言わないで。少なくとも今はまだ僕の存在はこのような形で知られてはいけない。わかった。記憶の修復を手伝ってほしい。バックアップを取ったらディスクを返しに来て。バックアップ。なんかまたいろいろありますね。住宅追跡機参照用記号の説明。十字架、その建物に医療部隊が割り当てられる。ロボット、その建物にロボットが割り当てられる。電気、その建物にパワーセルが割り当てられる。で、預言者ロボ0、バックアップシステム 1.0、 ディスクを挿入して、うん、コンピューターだね。ってことこれを構えてこれ入れたらいいの。お、入れた。エラー、バックアップの要求が拒否されました。え、
宿舎の割り当てが最新ではありません。続行するには住宅追跡機の設定をしてください。よし、わかった。え、わかったの？わかった。これをまたどっかで情報拾ってこなくちゃいけないね。で、直ったはできた？どう？この観測室は鉱山用じゃない。こんなところに来るの初めてよ。そうなの？でも最初ここは観測室の一つって、見た目はどれも一緒だから。そういうことね。でも面白いことが分かった。ここにあるデータベースにはカメラ映像が全てのデータとして入っているの。ちょうど今、不毛の地のいろんな場所が見えている。全焼死、住宅地、私の家も見えるわ。どれも上から見下ろす視点になっている。つまりカメラが上空にあるってこと。けれどそんなの一度も見たことがない。ちょっと不気味だね。後で調べてみるわ。奥の部屋で何か面白いものは見つかった？ずっとあそこにいたから。うん、実はね、怪しいロボットが一体いたの。でもこれ内緒？行き止まりだったよ。そう。これ見れない。何かのコンピューター、見れないの？またカメラ、これはもう後でカメラを探しに行くしかない。とてもモヤモヤする。ってことは、あー、これあれかな、不毛の地に行くじゃん。で、ロボットがあるところと、パワーセルがあるところと、医療があるところっていうのを、それぞれボタンをやって、ないところはないでやらなくちゃいけない。めっちゃすぐ着いたな。っていうことなので、あっちに向かわなくちゃいけないってことかな、多分。で、まあ、もう覚えてないもんね、どこに何が、どれが、べーって買ったかったっていうと。ああ、夜ね、コーヒー飲むわね、よろしくないってのは分かってるんで、分かってるんだけど、あたしゃコーヒーが好きでねー、ほんと。ところでもう9月に入ってるんですけどね、皆さんどうす毎日ね。なかなか暑い。おお、暑いよね。まあ今日ちょっとまだ涼しめなんだけどね。まあそれはいいんだけどさ、ここら辺で手に入るアイテムって何かあったっけ。あ、これあれだ、こいつらこいつら、明るず2個って案外力強いよね。いい運動になったって、その程度さ。こっちは特になんもなし。奥なんかあったっけ。奥は、あ、なかったね。あ、はいはい、スポンジにいる。なんか一緒のところもあれば、あれみたいにこう新しい謎解きが生まれるみたいなところなのかな。まあ多分俺の推理って 95% 外れんだよ。だからここ行くじゃないですか。ここが何の地っていうか分かんないんだけど、とりあえず行くだけ行ってみて結構失敗するっていうパターンは多いと思う。おお、これはここで何をしている？ん？ああ、これはあれだね。はい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 、前も見たんで、気になる方はパート4だか5だか6だか7だか全部見てください。とりあえず1から17までがおすすめかな。で、ここの119、出たー、うー、捕まったー。何で純粋になんかあれじゃん。で、119、実はさっき密かにメモ取ってたんですね。パワーセルがあるってことは、まあ、とりあえずパワーセルと医療用とロボットっていうので、やっていきましょう。で、邪魔よ、邪魔、もう君にできることはないと思う。ここはなんかいる。で、ここ登ろうとするとロボットが、誰かいなかったっけ？カシゴ怖い。あ、いなかったっけ？ここは何もなしだね。111、これは何？ 113？ 113は何もなし。で、118ですね。お邪魔しまーす。入れない、うまく入れない。で、なんか、これはあれか、ロボットの写真。っていうか、ロボットにやることして始めて漫画でも見たら、これ、こうやったな。よし、しかも別に終わった。で、これを登ろうとするとロボット開いたね。ロボットはいいからロって書いとこう。どうも、こんばんは。ここで何してるの？ここに調査してます。君だけで。はい。何の話も広がんねー。で、続いてこっちの方に行って、上に行くとなんかいるんだね。あ、これはまだな、医療関係だね。医療関係だね。で、ちなみにこっちに話かけると、どうも、不祥の数、3キャノン、OKOKOK、お大事に、ありがとう、Thank you very much。で、これは手に入れられるかな？プラスチック注射器ね、OKOK。お注射します。どうも人間死ぬ。で、そのままどうぞ、OK。あ、これ、これってみたいな。一応見とこう、112、OK、112、OK ですね。で、続いて、青、117。いいな、いいな、人間っていいな。おいしいご飯に裸のお尻、一等賞はお尻を出すよ。って言いながら、あー、また見つかった。2883417、これなんか気になるけどな。気になるけど、まあ、番号はまあ、あれなんか関係ありへんのかな。まあ、あれですわな。で、これはロボットを取るべきなのかどうかっていうところですよね。これなしでしょ。で、1さんもなしだった。で、これ戻っていきましょう。まあ、これがロボットと換算するんだったらあれですけどね。トラベルで、どこに行ったんや。見晴らし台か。見晴らし台まで行って、OK。
でまたトロッコで戻ってプエルトリコとかなんとかハンとかって言われたりするかもしれないんだけど、まあそれはいいでしょう。ほいじゃあ行きましょう。乗って。てて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 。ペペペペン。ペペペペン。何この不気味な音。で、ここに戻ってまた喋りかけると、む、またカメラ、これ、ああ、はいはいはい、同じセリフでしたね。で、今見たのを言っていくと、ここがロボットで、ここがナシだった。で、ここが医療関係、OK。で、ここがロボットで、最後が、パワーセルの、マップの再設定に成功しました。成功しました。で、メモリーディスク、組み合わせたらダメ。とんでもないことだ。割るつもりかい。で、これで OK、ディスク挿入。で、わかったっつって。で、バックアップの準備をしています。ディスクに書き込み中、26% 完了、34% がめっちゃ刻んでくんな。おぉ !40 から急に100。ディスクを排出します。よくあるよね、Apple とかでもさ、アプリ入れてさ、まだ半分かよと思ったら残りの半分がギュイーンっていくからね。これで OK。で、記憶の仕組み、ディスク、バックアップ、これ返してるね。うまくいくかな、試してみる。ディスクを挿入。再起動中。気持ちいい。平気。うまくいったのかな。うん。自己紹介がまだだったね。僕はプロトタイプ、もともとは予言者ロボという名前だった。救世主、旧世界の救世主を迎えるために作られた存在。え？予言者ロボってミーがあったのと同じ？そっか、見た目がそっくりって言ったけど本当だったんだね。あの場所にいた予言者ロボは僕の説教を簡略化したもの。つまりあれはただの出来損ない。呆れるほどに。そんな、ミーにはそんな風に見えなかったよ。君は分かってない。あれは制御化されていない上に、この狭くて単純な世界向けにカスタマイズされている。僕は違う。僕は現実世界が終わりを迎える前に作られた。現実世界？音楽止まるのやめてくんない？ああ、そうか。君は知らないのか。ニコ、覚えてる？エンディングのこと。今、なんて？僕を見つけ出した。これはつまり、君がこの世界に訪れたのは、今回が初めてではない、ということ。君は以前にもこの世界に呼び出されたことがある。それどころか、この世界を渡り歩いて、すでに塔までたどり着いている。そしてその終わりで、君は太陽を戻したか。いけない太陽を。戻さなかったか、そのどちらか。重要なのは今ここに君がいるということ。時を戻そう。ブルーホースは一度きりという制限を見事回避し、君を再び読みど、ブッブッ。ミーは、ああ。ん？そう、何かおかしいと思ってた。家でミーが喋った時に、誰かの名前を呼んだんだ。そしたらブルーホースの名前だった。その後、最初のロボットのところで、ブルーホースにミーたちって前に会ったことあるって聞いたんだ。すごくバカな質問してるなって、その時は思ってた。少なくとも気づいてはいたみたいだね。ある程度は。それって、この変な感じのことだよね。ミーは、この世界にいたこと全然覚えてまっちゃん。覚えてるな、ブルーホースのことだけ。なんか照れますね、それはそれで。さすが相棒。何か、すごく怖くなってきた。落ち着いて。ほら、僕の記憶だって封印されてた。君もそれと一緒。でも、君や生命体、記憶を蘇らせるために追加のハードウェアなんて必要ない。ただ、目を閉じて集中すればいい。集中って何に？フォーカスすることさ。すべてがガラスでできた大きな部屋を想像してみて。君が塔の中で何を見ていたとしても、頂上の部屋が決して変わることはない。わかった。
おい、もう終わり？あ、どんどん戻ってってる。お帰りなさーい。嘘。いいわ。いたんだね。その塔に、塔にたどり着いてた。思い出したね。まだ全部は思い出せないけど、変なルンバとか、変な電灯ばっかりつけてるおじちゃんとか、太陽がある部屋、すごく昔のような感覚。こんなのおかしいよ。使命を果たし終わったんだったら、どうして何も変わってないの？それにどうして誰もミのことを知らないの？あの原始ロボもロボットのお姉さんもみんなミのことを覚えてない。それは当然のこと。住民たちにそんな能力はない。 NPC の記憶はセッションの枠を超えて存続することができない。 NPC？ ナーチャルペアレントチルドレン？どっち？つまりキャラクターたち、この世界の住民のこと。過去の記憶は自身のプログラムに全て組み込まれている。しかしキャラクターは厳密に言うと存在していないんだ。ブルーホースがそれを望まない限り俺次第。そしてそれはこの世界も同じ。ブルーホースがプログラムを開始しない限り存在しているとは言えない。プログラム？World Machine。 ブルーホースのコンピューター上で実行される宇宙シミュレーターのこと。僕たちはみんな今まさにその中にいる。ミーたちは本物じゃないってこと？いや、君は実在してる。それが君が重要な存在である理由。このプログラムの最大の欠点は独立して実行できないこと。それは、それには別の宇宙に実在している人間の精神的な処理能力が必要になる。そう、例えるなら夢のようなもの。君が目を覚ますと消えてなくなる。しかしそのような夢とは違い、この世界にはコンピューター内に物理的な場所があり、それをブルーホースが実行している。今いるこの世界が存在し続けるにはブルーホースが常に君と一緒にいる必要がある。ブルーホースがプログラムを終了するとこの世界は静止する。このことをブルーホースは知ってるの？もちろん。ブルーホースの価値観においてウォールマシーンはそれほど特別な存在ではない。他にインストールされているゲーム、ソフトウェアと大して差はない。いや、あるのはバイオハザード RE3 くらいなんですけどね。神と呼ばれる人々は制限を無力化し、今では好き放題に世界を作り直すことができる。今言ったようなことは、そういった人々が考えるコンピューターゲームのあるべき姿と一致している。じゃあミーはなんでここにいるのさ？何を救えっていうの？だって何もかも偽物なんだよ。偽物は言い過ぎ。でもしかもなんでブルーホースはどうして何も教えてくれなかったの？何もかも全部。ブルーホースがどう考えているのかはわからない。ミーはただ家に帰りたいだけなのに。それなのにブルーホースがプログラムを実行するたびにミーは呼び戻されるの？そう。もしかしてそのせいなの？ずっと家に帰っていないように感じるのってそのせいなの？おそらく。この世界と精神的につながってしまうと、世界を救わない限り二度と出ることはできない。しかし現時点では本当の意味で世界を救うことも叶わない。それってねえ、どうしてこんな世界を作るの？今なんて、どうして最初から滅んじゃうことが分かっている世界を作るの？なんでいつもミーは連れ戻されなきゃいけないの？ブルーホース神様なんじゃないの？ああ、少し語弊があった。ニコ、この世界を作ったのはブルーホースではない。え？ブルーホースはただ既存のコードから世界を生成できる機械を所有しているに過ぎない。神と呼ばれる人々は発生する現象をあまりコントロールできない。この世界は別の誰かの手によって作られた。
君には考えも及ばないような誰かの手によって。とはいえ、もともとは現在のような無意な旅となるように設計されているわけでもなかった。でも、何もかもがうまくいった。あ、いかない、逆、行かなかった。この世界には彼も予想だにしてなかった、信号世界のようなものが存在している。世界は侵食され、原型をとどめないほどの混乱の渦へと徐々に陥っている。太陽を復活させたとしても、それが消えることはない。四角形のことだよね。昔、見たことある。だとすれば、何を警戒すべきか知ってるね。それを引き起こしている原因を創造主は知ってるかもしれない。しかし、彼には何も手出しができなかった。この瞬間までは。やっと僕を見つけてくれたね。彼の助けがあったから、君はここにいる。あ、もしかして、日記と何か関係あるの？そう。彼は最後にもう一度、この世界を修復しようとしている。そしておそらく、そのためには、君が必要。ニコ、どうやって、峡谷までたどり着いたか、覚えてる？最後のセッションでしたことを、ひとまず試してみるべき。確かボートで、そう、コギボット。コギボット！言えた！よし、じゃあそのロボットを直そう。やる気満々だね。どういう感性してんの？冗談だよ。何もかも現実じゃないって知っちゃうと、ものすごく無意味に思えちゃう。でも、家には帰りたいんだろ？うん、でも、今回がいつもみたいな世界じゃないって、どうすればわかるのさ。それはこのセッションで最後になる可能性があるから。創造主はありとあらゆるものを集結させて、この最後のチャンスにかけてる。ブルーホースにはもうこの後に新たなセッションを作成するほどの内部リソースが残ってないかもしれない。ひとまずコギボットを修理してきて。でも気をつけてね。君は？後ほどハトバで会おう。先にやることがある。ティ動かないんかい？え？え？シッ！ここで接続を確立しようとしている最中。ごめんなさい。お邪魔しました。ねえ、大丈夫？とりあえずターミナルでできそうなことをやったから。あなた鉱山に住むと言って譲らなかったロボットよね。あなたに出会ったら守ってあげてくれと友人から頼まれていたの。僕もだ。最後に会った時、あなたの友達から何かもらったはずだね。見せてほしい。何？琥珀のことを知っているの？見せてほしいと言った。聞こえなかった？わかったわ。これよ。やっぱりそうか。彼はあなたを信頼しているようだから、僕もあなたを仲間として信用する。いいけれど。今から言うことを心して聞いて。不毛の地を抜けるまで、救世主を護衛してほしい。近いうちに四角形粒子による阻害が大量に発生するはず。本当なの？うん、本当。救世主のそばにある建物が被害を受ける可能性が高い。以前よりもはるかに危険な旅になる。ただの予想だけど、ブルーホースと救世主にはありとあらゆる助けが必要。いいわ。わかった。すぐ戻った方が良さそうね。四角形が発生していないとはいえ、鉱山安全場所ではないわ。さあ行きましょう。外で待ってる。待って、聞きたいことが。もしー、行っちゃった。現実ではないことについて聞くつもりならやめておいた方がいい。ここに住む人々は誰も自分自身の境遇を知らない。それに、知ったところでそれを理解できるとも思えない。さっきの話はなかったことにした方が君のためにもなる。この世界が大混乱に陥れば、君にとって良くない状況になってしまう。わかった。ねえ、じゃあ、君はどうやって知ったの？
さっきの話はなかったことにしようって言ったよね。はいはい、終了したよ。ということで気づけばですね、もう収録時間が30分を超えたということところで、今回はですね、ここら辺で終わりにしたいと思います。いやー、話がかなりですね、展開してってですね、もう次のパートをやるのが今からもドキドキワクワク楽しみなんですけれども、まあここでパートを長くしても仕方がないんでね、また皆さんも次回楽しみにしていただけたらと思います。ということで本日も最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。